Hey, what's up, ladies and gentlemen? どうも皆さん、おはようございます。マーキュリーです。ヒットマン2、ウルトラ縛りシリーズ、今回はムンバイをやっていきたいと思います。ダウとランガンから暗殺するんですけども、まあ、右側からも行けるんですが、左側から行った方がやはり簡単なので、そのまあ同じルートっていう話を前の前の動画ぐらいでしてたんで、なるべく違うルートでね行こうかっていう話だったんですが、まあ今回に関しては違うルートから潜入することもできるんですけど、監視カメラがあるんですよ。でそのまあ監視カメラに映ること自体は問題ないんですけど、まあ、後々カメラを無力化しなくちゃいけなくて、で、それ無力化するには、まあ、カードキー取って、まあ、ちょっといろいろめんどくさいんで、こっちから行こうが、やっぱ楽なんでね。ちょっとこっちから同じですが、行くことにします。ただ、究極縛りシリーズと全く同じというわけではなく、アイテム投げることができませんので、その辺がちょっと変わってきますが、あと、まあ、基本的な流れとしましては、究極縛りシリーズと同じかな。といったところ。まあ、今回も後付け実況でございます。ウルトラ縛りシリーズも無事ね完了できそうなところまでは来てるんですけども、ホイットルトンクルークがねなかなかの難関で、意外と今までホイットルトンクルークってずっとめちゃめちゃ簡単だったんですけど、ホイットルトンクルークがねなかなか難しいんですわ。ヤヌスともう一人 FBI のシークレットサービスみたいなサングラスかけた人、名前なんだっけ、ジョーダン・キャシディだったっけ、いたと思うんですけど、ヤヌスはまだねいけるんですけど、キャシディの方がすげえめんどくさいというかなぜ投げれないので、投げれたらどれほど楽かっていうの一番思い知らされてるのが今現在研究中のホイットルトンクルークでございます。まあスゴルトは多分もっと難しいんでしょうけどね、もう考えたくもないぜ。ハハハハ。でこのまま上上がっていきます。いつも通りね、上にニョキニョキと上がる。で、これが終わったらね、何やろうかなーって思っててね、なんか、この縛りやってみたいっていうのが結構要素あるんですわ。なんか、挑戦してみたいっていうかね、なんていうのかな、まあ、どんな死にゲーでもさ、ダークソウル3でも2王2でも2王でもサージでも、まあ、セキュローでもいいんですけど、まあ、死にゲー発売されてる限りは、まあ、バグゲーとかクソゲーとかじゃない限りクリアすることって一応可能じゃないですか。開発者が一応それでゲーム出してるんでね。でも僕みたいなこういう縛りって、まあ、そもそもできるかどうかもわからないんですよ。こうスーツの向きでさすがなしみたいな感じでやってますけど、結局この縛りを始めるにあたってシリーズものなので、結局12マップ全部でコンプリートしなくちゃいけない。まあね、あまりにもやり方が被ってる場合は、でこれ僕ねキーボードコントローラーでやってたんで、操作方法どうするのかな調べてるだけなんで気にしないでください。あまりにも被ってたりする場合はね、たまにスキップしたりしますけど、まあホークスベイとかね。ただし、基本的にはまあ全部で12マップで、銀行とヘイブンアイランドも足せば14マップ攻略しなくちゃいけないということで、その、まあ、縛りをこの縛りでいくって決めて、でとそれでクリアすることが果たして可能などうかっていうのがわからない。もしかしたら不可能かもしれない、不可能なことに挑戦してるかもしれないっていうのがあるから、挑戦しがいがあるけどちょっと怖いっていう、本当にこれできるのかっていうね
置きます。で今回アイテム投げるのがなしなので、いつもより多めに武器をちょっと一番上の階から持ってきてるんですけど、究極絞りの時はこんな要素持ってこなかったんですが、まあ、投げれないのでなるべくあった方がいいということで。でね、まあ毒殺が終わったじゃないですか。で、僕暗殺手段として毒殺と狙撃とね、ワイヤーと好きって言ってたと思うんですけど、実はもう一つめっちゃ好きな暗殺方法があって、でこれってスプリンターセルっていう、まあ、別のステルスゲーがあるんですけど、まあ、スプリンターセルシリーズやってた時にこのなんていうやり方、倒し方めちゃくちゃ面白いなって思った倒し方というか暗殺方法というかがあってね、何かは言いませんけども、言ったらもろないからそれもやりたいなと思ってて、ただし人数が多い場所、コロラドとかだとおそらく不可能なんですよね。そのキルで縛るっていうのが、アイテムがないというか、だからね迷ってるところなんですけどね。頭ぐさーりやっちゃいます。今回は包丁が私の友達です。前回はね、ペッパーナイフが僕の友達だったんですが、今回は包丁が私の友達で、ここでピストルを落としてください。これが大事。あ、ピストルというかアサルトライフル、これしない限りこいつに見つかっちゃうんで。前回はファイバーワイヤーのキルだったんで、ファイバーワイヤーってその首にワイヤーをかけたまんまそのまま引きずっていけるんで、いちいちドラッグする必要ないんですよね。ただしドラッグというかいちいちつかむ必要がない。ただこういう斧とかナイフとかでやった場合は、一回地面に落ちてそこから拾うっていう行為を挟まなくちゃいけないので、その数秒のラグで見つかったり見つからないかったりするんですよ、ステルスゲームというのは。 FPS もね、本当に数秒 0. 何秒とかの差で死んじゃったりするんでシビアですけど、ステルスゲームも地味なようで実はめちゃめちゃシビアなんで、0. 何秒の差で見つかったり見つからなかったりするからね。地味なように見せかけて実は意外とシビアだったりする。でここは物投げれないので、とりあえずおとなしく待ちましょう。で彼が行ったら我々も行きます。まあ、ムンバはやっぱりこのね、ダウとランガンパートが一番時間かかって、もうこれだけで7分26秒、前回コロンビアもう今頃ミッション終わってたと思うので、終わってたかもう終わるか、そのあたりだったと思うのでね、もうそのコロンビアのミッション丸々一つをこのダウとランガンに使ってるんで、もうちょい早くね、手早くこのおじさんをなんか、キルできる方法があればいいんですけど、この縛りの中でね、俺の中で思いつかなかったんで、まあ、基本的にこのランガンは一番簡単なのはカシミリアに暗殺してもらうことが一番簡単なんですよ。ただしカシミリアは今回使えないんでね、まあ使ってもいいんだけどね。47Our intel suggests the Maelstrom is hiding somewhere in the city slums. I've marked the headquarters of the Crows on your map. Hey! で、今からメールストロムの暗殺にしま、向かいます。ちょっと前回とは違う風な生き方で、前回階段をね、階段ではしごの左の部分を銃で撃って下ろしてからはしごを上に登っていったと思うんですけど、今回はちょっと違う方から行こうかなと思ってて、この緑色のところ、ピョイピョイピョイと登るわけですよ。で、もうすぐセーブします。ボタンを押して旗を掲げてメールストロムの行動をそのある程度操ることができるんですけど、
まあ僕がよくやるやり方なんですが、これでねメイルストローム、残念ながら物を投げることができませんので、スイッチを押すときにね、そのいつもみたいにレンガを右に投げておびき寄せてっていうことができないんですよ。そこでどうするかというと、で2人とも左向いてるんで物を置いても反応してくれないんですよね。そこでどうするか、最終兵器、まあ、難易度マスターっていうのは足音にすごい敵が敏感になるんですよ。それってまあクリアするのが難しいって普通になるんですけど、逆にその相手のとんでもない何ていうの、反応力を逆に利用してわざと足音を立てて振り向かせて銃を発見させる。でこの隙にポチ。はい、ということで足音に敏感というのを逆に利用した動きでございます。でここはあの前からやってくるんで普通におびき寄せる。で47はこの塀を乗り越えることができるんですけど、敵の AI はこの塀を、塀というかちょっとした段差というか、乗り越えることができません。なんで迂回してくれますんで安心してバールでこじ開けることができます。でこれバールでこじ開けるときにどうしても音が鳴るんでね、あいつにはどっか行っておいてもらった方が楽なんですよ。楽というかまあ安全というかね。でここで待ってるとバールの音に反応したもう一人の兵士が外から中に入ってきて元に戻って、でも彼が元に戻ってすぐにメイルストロームが入ってくる。ほんでなんか服を着替えるのかなんか変なことするんで、後ろから先ほどの包丁で頭をプシッとやっちゃうわけです。はい、彼が去っていきました。もうすぐメイルストロームが入っていきます。でメイルストローム暗殺してからバーニアシャーの流れはもういつも通りなんで大丈夫かなと思いますね。肉立ち包丁でポーン。肉立ち包丁はダークソウル3なんですけど、細かいことは気にしない。でこれ外出ると左側からやってきますからバレないようにちょっとねここの辺で準備運動をしていただいて、この準備運動が一番大事なんでやっぱり。でこう戻っていくんですけど、ここで絶対ストップ、ここね行ってしまいがちなんで注意してくださいね。必ずこのなんかチュンリーみたいな服着た女の人が後ろ振り向いてからはしごを仁王のように蹴落とす。そしてさあ、あとはバニアシャン暗殺したら終わりです。いつも通りです。ということで、今回もムンバイ、ウルトラ縛りシリーズ、難なくクリアできました。まあ別に、大して難しくはなかったです。それよりもホイットルンクルークに今苦戦しております。まあ暗殺方法が限られてませんので、どんな風にやってもいいんでね。今まではその毒殺とか、ワイヤーキルとか、暗殺方法に縛りがかかってたんですけど、ウルトラは物を投げるのがなし、持ち込むのもなしの代わりに、暗殺方法は自由なんで、そこをどう生かすかっていうところですね。次回のホイットルトンクリークとスゴール島と、まだ銀行とヘイブンアイランドに関しましては手をつけてませんから。で毒殺のヘイブンアイランド銀行どうやらないんですかみたいなやつ、まだ来るんですけど、ちょっとそれらに関しましては、で、ここは完全に僕間違えてます。ツイッターの方で回答してますから、僕のツイッターを見てみてください。でね、黒ひょうの方のチャンネル、黒ひょうのゲーム事務所というもう一つのチャンネルあるんですけど、割と順調に伸びてて、登録者の方もね、割といい感じで、皆さんのおかげでありがとうございます。そっちではね、まあ、新作ゲーム、まあ、ちょっとね、ウイルスの影響で遅れたりして出てませんが、新作ゲームとか、まあ、いろんなゲームね、生放送って形になると思うけど、やってますからまた見に来てくださいね。
あとはここで待ってるとターゲット来るので溺死させて脱出すれば終わりです。ご視聴ありがとうございました。また次のヒットマンズでお会いしましょう。それじゃあ See you next time. Peace out and I'll be back of course. That is Vanya Shah, self-appointed queen of the Mumbai slums. Confirmed kill on Vanya Shah. Excellent work, 47. Mission completed. Time to find an exit.